大谷さん2塁ランナーから嘘を教えられている説。今シーズンランナーが2塁にいる時だけ全然打てない模様。さすがにこの成績おかしすぎるやろう。絶対2塁から嘘のサイン教えられてる。セカンドランナースパイ定期。サイン盗みの疑いをかけられないための戦略的撤退やで。三塁にいる時は悪くないことを考えるとマジで二塁にスパイがいるとしか考えられない。エンゼルス時代って普通に打ってたよな？なんでドジャースになってこうなった？これがエンゼルス時代の得点圏、むしろ得点圏の方が OPS 高かった。ずっと OPS1 超えてるやん。エンゼルスの二塁ランナーは優しかったのにドジャースは冷たいよ。これがもしかして名門打率ってやつなのか。メジャーでは得点圏打率はオカルトって意見が主流だからまあ気にしなくていいよ。